けのいちご、そろそろ食べ頃だわ。そうだ、みんなを呼んで一緒に食べよう。みんなにお手紙書いちゃった。食べに来てください。くだせい。モスラさんからだ。いかいか。待って。あら、何が書いてあるのかな。
浮き輪、円盤、絵は絵本、おはおにぎり、丘でみんなでピクニック、あいうえおおさらい。あ、あり、い、いる、た、う、うみ、え、えほん、お、おにぎり。あいうえおの次はかきくけこ。ほら、顔出せ。ほら、亀のか、ピザー、きつねのき、ぼくが亀に化けてたんだよ。くまのく、えむしの、あれ、私の弟？あ、キツネが化けてたんだ。コマのコ、かきくけこのおさらい。か、かめ、き、きつね、く、くま、け、けむし、こ、こま。今度はさしすせそだよ。ん？シロクマ、スイカ、わあ、デザートだ。せんべい、うわ、そばに直行、それ。さしすせそのおさらい。さ、さる、し、しろくま、す、すいか、せ、せんべい、そ、そば。さあみんな、たちつてとを集めて立ちつてと競争をしましょう。立ちつてと集め？立ちつてとのつくものを集めるのよ。最初はたのつくもの。大根、立ちつてと、地は地球、つは綱で綱引き、鉄棒。今度は僕だよ。とは友達、友達。僕たちはみんな友達だね。立ちつてと、た、太鼓。
シルエットクイズ。この影は何の影でしょう。さあ何？これは一体何ぬねの？ナス。さあ第2問です。空にかかる七色の綺麗な橋だけど誰にも渡れない橋は何でしょう。さあ何？一体何ぬねの？わかった。虹の橋だ。第3問です。このぬと組み合わせるとできる動物何ぬねの？わかった。犬。第4問。雪が降ると庭で駆け回るのは？それも犬。問題をよく聞いてください。雪が降ると庭で駆け回るのは犬ですが、雪が降るとこたつで丸くなるのは猫。それでは最後の問題です。海で獲れる食べ物で真っ黒でペラペラに薄くてご飯に巻くと美味しいものは何でしょう。あれ、何ぬねのって言わないの？さあ答えをどうぞ。海苔。おめでとうございます。ラドンの背中に乗ってゴジランド旅行。ゴジランドの旅？僕たちの島じゃない。騙したな。バレたか。それではまた来週。あーずるい。何ぬねの？
いろんなものが飛んでいるのよ。やかん、まあ危ない。やかん、やあ、なた幽霊？わて、妖怪でんねん。妖怪、やゆよ、や、やかん。ゆ、ゆうれい、よ、ようかい。ラリルレロ。ラクダ、ラクダの背中にリス。リスくんはどこ行くの？え、ツル？ツルの住む湖を探しに行くのか。お弁当持ってるの？レモンを持ってるの。ありゃりゃりゃ、リスくんどうする？カチャ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 。あ、ロバ、ラクダさんの友達のロバくんに頼むから大丈夫。ラリルレロ、ラ、ラクダ、リ、リス、ル、ツル、レ、レモン、ロ、ロバ。ワニのワ、ワニだって踊るのは、ワニがワになって踊る、ワニのワ、ワ、ワニ。おはくっつきのお。くっつきって何？くっつき？口を開けるとか尻尾を持つとかいうように使うのよ。口とか尻尾とか他の言葉にくっつけて使うからくっつきのお。そうか、じゃあ尻尾をかじるとか。あだだだだだだ。お、かきくけと精霊。かきくけこに点々がついて、が、ぎ、ぐ。
紅茶を入れるんだ。今日はゴジラの誕生パーティーだもん。1、2、3、4、5。おいしそうなケーキが5。始まってないよ。ケーキ食べようよ。みんなが集まってパーティーが始まってからね。ケーさあもうすぐだよ。手伝ってよ。あにゃ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 。あ？あ？ちょっと待て。これ。よし。アンギラスのところだよ。パーティーがあるんだよ。ゴジラは僕だってアンギラスのところ行くよ。だって僕の誕生パーティーなんだよ。あ、そうだったの。おいしいケーキと紅茶があるんだってね。楽しみだね。ゴジラくんの誕生パーティー楽しみ。でもちょっと心配。アンギラスくん準備は大丈夫かしら。それではゴジラの誕生パーティーを始めます。ケーキと紅茶を用意したので皆さん楽しんでください。ゴジラくんおめでとう。おめでとう。じゃあまずケーキを配ります。
見つけた。何してんの？キノコ取り。アンギラスと競争してるんだ。どっちがたくさん取れたの？比べてみよう。まずゴジラの取ったキノコを並べてみようね。アンギラスのキノコは？きっとゴジラより多いよ。並べてみて。どっちが多い？やったー！僕の方が多いよ。数えてみようね。キノコが1、キノコが2、キノコが3、キノコが4、キノコが5。ゴジラのキノコが5、アンギラスのキノコが3。ゴジラの勝ちだね。やったやったー！今度は負けないぞ。僕だって。後ろから5番目。あらら、ゴジラが眠ってる。
スはいくつかな？はい、はい、アンギラスくん。はい、答えは3。正解。では出発。隠れた数字はいくつかな？はーい！はーい！答えは5。正解。それでは出発。やったー！いくつ？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。風車が10。よし！回ってる風車は1つ。止まってる風車は9つ。風車は全部で10。回ってる風車は2つ。止まってる風車は8つ。風車は全部で10。回ってる風車は3つ。止まってる風車は7つ。風車は全部で10。それ回ってる風車は4つ。止まってる風車は6つ。風車は全部で10。回ってる風車は5つ。止まっている風車は5つ。風車は全部で10。回っている風車は7つ。止まっている風車は3つ。風車は全部で10。回っている風車は9つ。止まっている風車は1つ。風車は全部で10。回っている風車は8つ。止まっている風車は2つ。風車は全部で10。回っている風車は6つ。止まっている風車は4つ。風車は全部で10。あ、止まっている風車が10。頑張ってラドン。よー、
しら。痛い。あ、紙飛行機。まあ、ゴジラくんから。なになに？昨日ブランコの順番でアンギラスとバラゴンと喧嘩をしました。あらあら。でもでもでも、あみだくじで順番を決めたよ。あら、えらい。それからそれからそれから100まで数えられるようになったんで、今度は100個のケーキを持ってきてね、ゴジラ。まあ、ゴジラくんたら。イエーイ。
ドキドキワクワクゴジランド、友達いっぱいやってくる夢の森、探検してみよう、みんな仲間さゴジランド、おいでよ楽しいワンダーラン、僕らの島へ、カムカムゴジラン。あ、ホットケーキ作ってる。ゴジラ君、私にもちょうだい。いいよ。いっぱい作ったわね。いくつ作ったの？さっき作ったのが3つ、今作ったのが2つ、合わせて5つ。1、2、3、4、5。ほんと5つだ。すごいわね、ゴジラ君。僕は足し算ができるのさ。そうだ、今日はお姉さんに昔の話をしてあげよう。昔の話？僕が怪獣王と呼ばれるずっと前の話、足し算をどうやって覚えたかって話だよ。面白そう。昔々僕はゴジランドという島で仲間の怪獣たちと楽しく暮らしていたんだ。アンギラスが悪いんだ。何言ってんだい、ゴジラのせいだろ。そんなことないよ。ケンカするほど仲がいいって言うんだよな。いいな。あら、ゴジラ。ゴジリ、アンギラスは一緒じゃないの？あんなやつ知らないよ。また喧嘩したのね。アンギラスが僕の尻尾を噛んだんだ。ひどいやつだろ。ゴジラがその前にアンギラスの足をかじったんじゃないの？ゴジラが悪いんじゃないの。早く仲直りしなさい。はーい。メカゴジラ、ゴジラみたいな乱暴なやつと仲良くしちゃダメだよ。なんだって？ゴジラなんかより僕といる方が楽しいぜ。メカゴジラだって乱暴じゃないか。そんなことないよ。お、大変だよゴジラ。どうしたの？メカゴジラがアンギラスを捕まえちゃったよ。なんだって？アンギラス大丈夫かしら。僕助けに行く。誰か助けて。そんなに嫌がるなよ。僕の洞窟で遊ぼうよ。待て待て、メカゴジラ。待てないよ。よし、火炎放射だ。はあ、どうしたんだよ。ダメだ、お腹が空いて力が出ないよ。ゴジラ、これでもうアンギラスは僕の友達だ。助けてアンギラスは、メカゴジラ君がまた悪いことをしてるんですって。アンギラスは連れてかれちゃったの？お腹が空いて力が出なくて助けられなかったんだ。そんなにお腹空いたの？私もお腹空いちゃった。じゃあゴジラ君のパワーアップのために木の実を集めましょう。それからアンギラス君を助けに行くのよ。合わせていくつ？よし。Yeah.
クは3つ取れたよ。私は2つ。いっぱい取れたわね。ゴジラくんとゴジリンちゃん2人のを合わせるといくつあるのか数えてみましょう。僕の木の実は1、2、3。私の木の実2つを合わせると4、5。木の実は合わせて5。お酒にいただきます。あー、ゴジラがみんな食べちゃった。あ、ごめんねゴジリン。僕が木の実を探してあげるよ、ゴジリンのために。ありがとう。僕も探す。今度は4つ。僕は3つ。合わせていくつかな。僕のは4。僕の分を合わせると5、6、7。4と3合わせて7。今度は私の番ね。おいしい。よし。ああ、まだまだ足りないな。魚を取って食べようよ。それでもっとパワーアップだ。それがですね。元気いいわね。アンギラス君を助けに行くの忘れてなければいいけど。僕は5匹捕まえた。私は4匹。合わせて何匹？どうやって数えようか。これを使うのよ。1、2、3、4、5。僕の取った魚は5匹。1、2、3、4。私の取った魚は4匹。足し算の式と計算。合わせて何匹か計算しましょう。合わせるときは僕を使ってね。これは足すの印。これを使えば簡単よ。5と4を合わせることを5足す4というの。足すの印だね。5足す4は9。これは同じという印。5足す4は9。これが足し算よ。足し算？足し算って便利じゃない？足す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 便利な便利な足す。足し算するときは僕を使ってね。さあ、魚を食べようよ。どうやって食べるの？もちろんバーベキュー。あれ、はあ、せっかくのバーベキューなのに。みんな見て、あれはあの山にメカゴジラくんがいるのよ。急ぎましょう。後から増えたアリが3匹。
増えたら何匹？増えた時も足し算なのね。はじめに5匹、あとから3匹。増えたら何匹？僕の出番だ。5+3、最初にいたのが5、あとから6、7、8、8+5+3は8。アリは8匹。どいたどいた、うーれ、うー、通してくれよ。あら、また2匹増えたわ。何匹になったのかな。はじめにいたアリが8匹、あとから増えたアリが2匹。増えたら何匹？増えた時は足し算。はじめに8匹、あとから2匹。増えたら何匹？任せて。8+2、最初は8、あとから9、10、8+2は10。アリは10匹だ。ゴジラくん、気をつけて。Yeah!
は楽。バラゴン君、第3問だ。シチタスさんは問題だ。ゴータスレイは？ゴータスレイ？レイといえばあの時。木の実が5つ取れたよ。木の実は取れなかったよ。10、9+1は10、2+2
いうわけで足し算を覚えたのさ。へえ。出来上がり。ゴジラくん、これでいくつかわかる？9たす1で10。10個だよ。すごい。もっとすごいもの見せてあげようか。見せて見せて。じゃあちょっとだけ目をつぶってて。はい。目を開けていいよ。どうしたのゴジラくん、食べたの？ね、すごいでしょ。みんな食べちゃってお腹壊しても知らないから。私の分は？みんなも足し算覚えようね。とっても便利だよ。私のホットケーキは？じゃあね、バイバイ。あ、ごめんごめん。できたぞ。ゴジラくん、ケーキが6つ。そのイチゴを乗せようよ。そうね。あ、イチゴが足りない。いくつ足りないのかな。ケーキは6つ、
いちごは4つ。6-4 は2。いちごは2つ足りないんだよ。1、2、3、4。ほんとだ、2つ足りない。ゴジラくんすごいじゃない。僕は引き算得意だからね。引き算か、ゴジラくんって物知りね。小さい頃ゴジランドで教わったんだよ。ゴジリンっていう可愛いガールフレンドがいたんでしょ。なんだか恥ずかしいな。ゴジリンはゴジランドの仲間たちの人気者だったんだ。へえ、もっとゴジリンの話聞かせてよ。ゴジリンはね、とってもいい子で果物が大好物だったんだ。ゴジリンと一緒にみかんを食べよう。さあ、お水をどうぞ。ゴジリン、みかん食べようよ。全部くれるの？え？なくなっちゃう。ゴジリンには4つあげよう。あ、4つあげると残りはいくつかな。ゴジラくん、何してるの？モスラさん、聞いてよ。なるほどね。教えてよ、モスラさん。5つのみかんからゴジリンに4つあげたら残りはいくつ？こうすればいいのよ。みかんが5つ、ここから4つ取ると残りは1つ。それじゃあ僕の分は1つか。じゃあもしゴジリンにみかんを3つあげたら残りはいくつ？これを使っても一緒なのよ。ゴジラくんのみかんは5つ、3つあげると残りは2つ。ゴジラ、何やってるの？君にみかんをあげようと思って。うわーい、嬉しいわ。5つあるんだ。ゴジリンに2つあげると。私に2つ。残りはいくつになるかな？3つ。引き算の式と計算。すごいな、どうしてすぐわかったの？引き算よ。引き算って何？どうやるの？みかんが5。モスラの幼虫、いらっしゃい。僕に任せて。これが引くの印。私の分を2つ取ると5-2は3。これが引き算よ。5-2は3。ゴジリンちゃん、あなたのみかんが1つだと残りはいくつ？私のが1つ、みかんが5つ。モスラの幼虫、いらっしゃい。僕の出番だね。私の分を1つ取ると5-1は4。残りは4つ。引き算ってすごいな。やっぱりゴジリンにあげるのやめようかな。私の分は何にもないの？何にもないことを例というのよ。5-0は何にも減らないからやっぱり5。
5つ全部独り占め。ゴジラのケチンボ。嘘だよ、ガジリンの好きなだけあげるよ。本当？じゃあ5つちょうだい。夜のうちに5本も増えちゃった。
して増えたのかしら。じゃーん、それ僕からのプレゼント。ありがとうゴジラ。そうだ、花壇のお花にも水あげなくちゃ。この穴は何？待ってゴジラ、ごめんなさい。待って、こんな時には人のおかげで引き算を覚えたんだ。へえ、ゴジリンとはその後どうなったの？いや、どうなったも何も、ライバルが多くて大変だったでしょう。お姉さん、僕は怪獣王だよ。アンギラスなんかに負けると思う？ゴジリンとはずっと仲良しでいたの？そりゃもちろん。それよりお姉さん、ケーキ食べようよ。食べようか。僕とお姉さんで半分こだ。そうね、食べながらゴジリの話もっと聞かせてよ。照れるな。ゴジリン、あ、何？ゴジリン、僕と遊ぼうよ。メカゴジラくん乱暴だからな。そんなことないよ。ほら、すぐ光線出すし。だって僕メカゴジラだもん。それはそうだけど。一緒にボートに乗ろうよ。え、誰か助けて。あ、ゴジリの声だ。やめてよ、大変だ。ひゃー、無理やり連れて行こうとしているんだ。ゴジリンを、離して、僕と遊ぼうよ。メカゴジラくん、みんなと一緒に遊びましょうよ。嫌だよ、ゴジリンは僕とだけ遊ぶの。やめろ、その声は。やめろ、メカゴジラ、ゴジリンを離せ。ゴジラ助けて。出たな、ゴジラ。僕もゴジリンを助けるぞ。ゴジリンを助けたかったら引き算で勝負だ。なんだって？引き算クイズショー。僕の電子頭脳で問題を5問出します。では第1問、10-9は？1。6は？4。わあ、なかなかやるな。電子頭脳も大したことないね。では第3問だ。6-3は？
あの、僕も活躍したと思うんだけどな。引き算大好き、覚えよう引き算。そうさ、みんな仲良しが一番だよ。ところでゴジラ君、ケーキの後におせんべいはいかが？甘いケーキの後はおせんべいか、いいね。お姉さん、半分こしよう。あ、あれ？え？引き算の問題です。おせんべいが8枚あります。あと何枚で10枚でしょう？おせんべいは8枚だから10-8は2、あと2枚で10枚。え、ゴジラ君何枚？2枚。はい、2枚ね。え、
ゴジラ君が2枚って言ったじゃない。あれ？あれ？